ただいまから平成29年度日本大学入学式を挙行いたします。大学旗、学部旗、入場。国歌斉唱、皆様ご起立願います。Thank you.
学長告示。大塚吉兵衛学長。本日ここに多くのご来賓並びに約教職員の皆様方のご臨席を賜り、平成29年度日本大学入学式を挙行できますことは大きな喜びであります。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんが本日から晴れて日本大学の一員となられたことを教職員一同心から歓迎いたします。またこの式典会場に参列が叶いませんでしたが、ご家族の皆様方にもお子様のご入学をお喜び申し上げます。日本大学は1889年に創立された日本法律学校を前身としており、その創立に際して中心的役割を果たしたのが明治政府の初代司法大臣である山田昭義伯爵です。本学では山田伯爵を学祖と呼び、その功績を顕彰しております。山田学祖は現在の山口県萩市に生まれ、14歳で吉田松陰の松下村塾で学びました。明治4年、28歳の時に岩倉具視率いる欧米使節団の一員に加わり、欧米諸国を歴訪し、欧米の先進技術や文化に触れました。その経験から日本の近代化のためには軍人としての自分の役割である欧米方式の軍の整備よりも国家の骨格となる法律の整備、充実と教育が重要であり最優先課題であると考え、次第に近代法の編纂に全力を注ぐようになりました。当時の日本の法学教育や研究は欧米諸国の法律を学ぶことが主流でした。しかしそれに疑問を持った山田学祖は、日本の文化、伝統、慣習を踏まえた日本の法律を策定していくには、それを学ぶための学校を設立することが重要であると考え、この考えに賛同した11人の創立者たちをまとめ、支援して本学の前身となる日本法律学校を誕生させました。山田学祖は時代の流れに安易に従うことなく、近代国家を成立させるためには何が必要であるのかを自ら率先して手探りで考え、その答えを見出しました。このように時代の流れを冷静に見定め、進むべき方向を自らの判断で探り出す学祖の生き方こそが、まさに本学の教育理念である自主創造であります。日本大学ではこの自主創造の気風を醸成することに取り組んで学生の教育を行っております。さらにこれまで本学の目的および使命としてきた育成すべき人間像として、日本の特質を理解し伝える力や多様な価値を重要し自己の立場役割を認識する力を身につけ、そして社会に貢献する姿勢を示していける人として、これらを日本大学マインドとして備えた人間形成を実現すべく、新たに日本大学教育憲章を制定しました。皆さんが生きている世界は年を追うごとに複雑になっています。時代の先行きは不透明で不確実となりました。それだけに皆さんには在学中自主創造と日本大学マインドを自身のものとして生きた知識を習得し、自らの頭で考える習慣を身につけていただきたいと思います。山田学祖に学び社会に貢献できる人間に成長してほしいと思います。日本大学は日本大学教育憲章にのっとり、
皆さんをさまざまな形で応援していきたいと思っております。結びに、学生時代は自らの生き方を決める貴重な時間です。学業や課外活動に励むとともに、互いに切磋琢磨することができる一生涯の友人をぜひ作ってください。皆さんにとって大学生活が素晴らしいものになることを記念して、私の告示といたします。平成29年4月8日、日本大学学長、日本大学短期大学学長大塚吉兵衛、本日は誠におめでとうございます。理事長式辞、田中英壽理事長。新たに日本大学の学生となられる皆さん、ご入学おめでとうございます。希望を胸に入学する皆さんを心から歓迎いたします。今世界は混沌として先の見えない状況にあります。同じ国にいながら民族間の問題で揺れ動いています。そこに追い打ちをかけるように経済は不安定感を増し、先進国間での競争は熾烈を極めてまいりました。ここにいる皆さんには、この時代を生き抜くために何をしなければならないのか、それは自分が今どこに立ち、そしてどこに向かうのか、そのために今何をして、これから何をすべきかをしっかりと考え、行動に移せる知識と知恵と勇気を身につけなければならないのであります。それは学問だけではありません。スポーツにおいても同じことが言えるのです。自分の能力を見極め、勝つために何をすべきかをしっかりと考え、実行に移さなくてはならないのです。日本大学はその用意ができています。皆さんに知識と地位と勇気を授ける用意があります。7200名を超える教職員がこれからの学生生活を全面的にサポートいたします。16の学部、87の学科に及ぶ学問領域が必ずや皆さんの知識をより高いものにするでしょう。そして7万を超える学生と114万人を超える卒業生が皆さんの味方です。しかしこれらを生かすのは皆さんです。努力を惜しまないでください。一生懸命努力をして必ずや世界で貢献できる人材に育ってください。日本大学は
そのためにすべき最大限の教育を皆さんに提供します。これからの皆さんの成長を大いに期待し、私の式辞といたします。平成29年4月8日学校法人日本大学理事長田中英寿、本日は皆さん誠におめでとうございます。来賓祝辞。本学の校友であります岩崎京子様よりご祝辞を賜ります。岩崎京子様は平成4年14歳でバルセロナオリンピック水泳日本代表として競泳3種目に出場され、200メートル平泳ぎにおいて史上最年少で金メダルを獲得されました。さらに本学附属三島高等学校在学中にもアトランタオリンピックに出場されております。同校卒業後、本学文理学部に入学、平成13年にご卒業され、 JOC 海外指導者研修生として渡米され、水泳指導法を学ばれました。その後、代表コーチなどを歴任後、現在は元選手の視点から詳細な情報を発信するなど解説者として活躍される一方、水泳指導など水泳の楽しさを伝える活動を積極的に行っております。それではよろしくお願いいたします。新入生の皆さん、本日はご入学おめでとうございます。皆さんはこれまで厳しい大学受験を乗り越え、本日の入学式を迎えられ、これから始まる学生生活に夢と希望を膨らませていることと思います。ご挨拶が遅くなりましたが、私は日本大学を平成13年に卒業いたしました元競泳選手岩崎京子です。5歳から水泳を始め、泳ぐことが大好きだった私は、14歳で出場したバルセロナオリンピックで自分自身が一番驚く記録を出し、思わずインタビューで今まで生きてきた中で一番幸せですと答えました。これは湧き出した素直な実感でした。ところがこの発言でいろいろと騒がれてしまい、その後の生活は子どもの私には息苦しさがありました。幸せ発言をしたこともあり、人が幸せに生きるということはどういうことなのか折に触れて考えるようになっていました。日本大学に入学し水泳部で活動していたある時、幸せはいつも自分の心が決めるという言葉に出会い、あ、これだと思いました。幸せの定義は自分で決めるもの。私は私自身が幸せと思えることをたくさん作っていきたい。日常のちょっとした幸せをしっかりと感じられるように、いつも自分の感覚を研ぎ澄ましていきたいと思えるようになりました。この言葉と出会ってからの大学生活は、人として大きく成長できた貴重な時間となりました。私の大学生活における一番の変化は一人暮らしを始めたことです。初めは嬉しさの方が多かったのですが、高校生まで
親元の静岡県で過ごし、家族も多く賑やかでしたので、時間が経つにつれて不安や寂しさを感じました。その時両親にやってもらっていたことが当たり前ではないことに気がつき、両親への感謝の気持ちを持つようになりました。両親には自主性を大事に育ててもらいましたが、大学生になると何も言われることがなくなりました。自由である反面、自分で考えて行動をする、責任感を持って行動しなければいけないと実感しました。また何かに迷ったとき、不安になったときに話を聞いて相談に乗ってくれたのは水泳部の仲間や大学の友人たちでした。勉強は当然のことながら、大学生活を通して多くの友人、先生方と関わり、さまざまなバックグラウンドを持つ方々と接していると、自分の考えが180度変わったり、解決できなかったりすることがすんなりと進んでいったり、新しい発見があったりと、不安だったことが取り除かれ、楽しい学生生活となりました。大学在学中にもう一つ大きな転機になったことがあります。ある時、小学生に水泳の指導をお願いしますと依頼を受けたことです。依頼を引き受けた際には、小さい頃にコーチから言われたことを伝えればいいのだなと軽い気持ちでいたのですが、実際に指導をしてみると、伝えたいことがうまく言葉として出てこない、子どもの体をうまく支えることができない、できないことだらけで反省をしながら帰ったことを今でも覚えています。それと同時に、教える、伝えるということはどういうことだろうと考えるようにもなりました。それまでの私は競泳選手として過ごしており、小さな頃から泳ぐことができたため、泳げなかった時の気持ちを忘れているのだと気がつきました。泳げない子どもの立場になって伝えてみると、ぐんぐん成長していくのは分かり、人に伝えることの面白さを感じるようになりました。これがきっかけとなり、私は競泳選手としてだけではなく、人に水泳を教えることに対しても関心を抱くようになりました。そして私は今も水泳を教える仕事や自分の経験を伝える仕事に関わっています。考えてみると、今の私の礎は大学時代に出来上がっていたのです。大学を卒業後は国内で指導の勉強をしていましたが、海外における子どもの指導法に興味を持ち、アメリカへ学びに行きました。国内とアメリカでは指導方法が大きく異なっていたため、戸惑うこともありましたが、新たな発見と驚きに満ちた留学となりました。大学を卒業していましたので、自分としては大人になった、自分のことはよく知った気でいましたが、留学や仕事を通してたくさんの方々に出会うと、こんなに知らないことがあるのだと新しい自分をどんどん発見していきました。自分はこうなのだと勝手に決めつけていたことを取り払ってみたら、思ったよりもしぶとくチャレンジしている自分に出会いました。皆さんには何かを我慢したり諦めたりして、どれか一つだけを選ぶのではなく、広い視野を持ち、物事を柔軟に考えながら、大切にしたいものを守っていくよう過ごしてもらいたいと思います。日本大学を卒業した先輩としてこのような話をしていますが、今でも何かを決断するとき、迷うときもあります。迷ってしまったとき、ふと立ち返るのは大学生活で得た気持ちです。両親や友人への感謝、自由とともに生じる責任感、人に伝えることの難しさと楽しさ、そして何より人生は気持ち次第、思い描いた未来にどこまで進んでいけるのか、本当に自分の気持ち次第だと思っています。
皆さんがこれから始める大学生活は、人生において最も自由に勉強や芸術、スポーツ、そして遊びができる時間です。思いっきり楽しみ、チャレンジしてください。そして一生の宝物となる友人関係、人間関係を作ってください。日本大学で過ごす学生生活が、皆さんにとって実り多く、そして輝かしい時間になるよう、強い願いを込めまして、私からの祝辞といたします。新入生の皆さん、本日は誠におめでとうございます。入学生宣誓、入学生代表、文理学部中国語中国文化学科、細野遥か。入学生起立。宣誓。本日ここに選ばれて、好機ある日本大学に入学し、この式典に参列することができましたのは大きな感激であります。我々入学生一同は、日本大学の目的および使命を対し、教育方針に従い、学則を守り、学生としての本分を尽くすことを誓います。平成29年4月8日、平成29年度入学生代表、文理学部中国語中国文化学科、細野遥か。はい、拍手。しっかりと成長していってくださいね。はい、危機管理学部危機管理学科、川野佳穂。入学生起立。宣誓。本日ここに選ばれて、好機ある日本大学に入学し、この式典に参列することができましたのは大きな感激であります。我々入学生一同は、日本大学の目的および使命を対し、教育方針に従い、学則を守り、学生としての本分を尽くすことを誓います。平成29年4月8日、平成29年度新入生代表、危機管理学部危機管理学科、川野佳穂。しっかりと成長し続けてください。
学部長紹介。学校法人日本大学田中英壽理事長。続きまして、学校法人日本大学理事、幹事、顧問の方々であります。ご起立願います。ご着席願います。学長、短期大学部長、副学長、学部長、並びに大学院研究課長をご紹介いたします。大塚吉兵衛学長。大塚学長は短期大学部学長、大学院法務研究課長を兼ねております。副学長、文理学部長、大学院文学研究課長、大学院総合基礎科学研究課長、加藤直人教授。専攻は東洋史。副学長、理工学部長、大学院理工学研究課長、山本博史教授。専攻は電子材料。副学長、生産工学部長、大学院生産工学研究課長、落合実教授。専攻は水理学。法学部長、大学院法学研究課長、大学院新聞学研究課長、大学院知的財産研究課長、池村正道教授。専攻は行政法。経済学部長、大学院経済学研究課長、井尻直彦教授。専攻は国際経済論。商学部長、大学院商学研究課長、高橋文康教授。専攻は会計学。芸術学部長、大学院芸術学研究課長、野田義人教授。専攻は放送広告。国際関係学部長、大学院国際関係研究課長、渡辺武一郎教授。専攻は文化人類学。危機管理学部長、福田康夫教授。専攻は商法。スポーツ科学部長、小山雄三教授。
専攻はスポーツ運動学。工学部長、大学院工学研究課長、出村勝則教授。専攻は建築材料学。医学部長、大学院医学研究課長、高山忠俊教授。専攻は消化器外科学。歯学部長、大学院歯学研究課長、前野正夫教授。専攻は衛生学。松戸歯学部長、大学院松戸歯学研究課長、渋谷浩教授。専攻は歯科麻酔学。生物資源科学部長、大学院生物資源科学研究課長、大学院獣医学研究課長、大谷雄二教授。専攻は食品産業論。薬学部長、大学院薬学研究課長、本橋重康教授。専攻は有機合成化学。通信教育部長、関正春教授。専攻は刑事訴訟法。大学院総合社会情報研究課長、品戸輝夫教授。専攻は経営戦略。以上をもちまして学部長紹介を終わります。校歌斉唱、皆様ご起立願います。
入学するきっかけ、未来への思いは確かに一人一人違います。そんな君たちへ日本大学は絆を送ります。歴史と伝統が育んだ114万人の絆、それは未来に生きる君たちの人生の支えとなる絆です。一人一人が日本大学の誇りです。自主創造日本大学。